どうも、ワンナップゴルフです。第2弾としてですね、ひろゆきにあの、ちょっとクラブのギアの話ですね、をちょっといろいろ聞いていきたいと思います。レッスンやってて、やっぱりあのクラブこれ自分に合ってますかとか、あとはそのひろゆき側から見て、もうちょっとこういうクラブ、シャフト、スペックの方がいいですよっていうのとかってやっぱりある。 見ててあんまりでも今現時点でアマチュアゴルファーを見ることって少ないじゃないほとんどだってもうだから本当にインドア始める時にどういうふうにしていこうかなっていうのは難しくて、うん、でクラブも進化してるから変な球出にくくなってる、うん、なるほど、ね、だからそれに対してゴルクラブのアドバイスをどうしていこうかなって言ったらやっぱり今で言ったらトラックマンとか GC クワットであの精密機械を使って。 でスピン量だったりとか入射角の傾向を見てそれはクラブがいけないっていうところをちゃんと伝えてクラブのフィッティングに生かそうかなと思ってんのね<ー>で、まあ、そのためにゴルフボールって結構重要でみな、うん、さん知ってるか知ってないか分かんないですけど普通の練習用のゴルフボールってワンピーースボールじゃないですか、うんうん、今、まあ、みんなレーザー使うから分かる人もいると思うんだけどあれ。 練習場の100ヤード、150ヤード、200ヤードってあるんだけど、100ヤードじゃないもん、ね。そうなんですよね。えー、じゃあそこまでアマチュアの方知ってるかなっていうところも、うまく説明していかなきゃ、ゴルフってうまくならないなと思ってて。このワンピースボールでゴルフクラブを打つと、スピン量だったり飛びっていうのがやっぱ全然違うわけよ。うんうん だから本来であれば本球を打てるところでクラブ診断をしてちゃんとそういうトラックマンとか自粛後のデータを見ながらクラブの話をしたいなと思ってだからまあ一応うちのダイモンのインドアは本球を使用してちゃんとやるしそれでクラブの診断はして。 はに関してはしててはいきたいなと思って本当にさっき言ったように今クラブって進化してるから、うん、ワンピースだと本当に周り球の散り方が薄いというか、うん、だから。うんうん 難しいよね、本当に、うん、そういうだから機械を使ったりして判断していこうかなとは今でよりコースに近い状態で打ってもらうっていう状態よね、うんうん、だから今クラブの話だけど、うん、もう練習場めちゃくちゃ行く人がコース2週間に1回とか行かないっていうレベルの人だと、うん、150ヤードコースで見た時にめちゃくちゃ遠く見えて、うん、それで緊張感って生まれるんだよね<ー>なるほどねだって練習場の150ヤードって、うん、多分135ヤード、ね、うんうんぐらいだよね,ね130からヤード でワンピースボールってまあ10%から20%飛ばなくできてるから看板もそれなりに近くなってるわけよ。で100ヤードも近い。200ヤードなんかもっと近いわけよパーセンで。175ヤードが180ヤードぐらいなコース行って200ヤードったらえげつなく遠く見えるわけよ。で看板じゃなくって旗になるし。そういうプレッシャーもゴルフっていうのはある中で自分のスイングしなきゃいけないからそういうことも頭に入れつつコース戦わなきゃいけないんだよっていうところまで俺は説明できるしヒロも説明できるじゃん。 ね、だからそこは強みとして出していきながらクラブの話だけどクラブに関してもプロゴルファーだったしプロのクラフトマンだったからもっともっとスコアが出しやすいようにしてあげるっていうのを目標にやっていく,やていく。それ大事だよな、うん、でひろゆきさ今ちょっとここ打席があります、うん、打席があってグリーンがここにあります100ヤード。うん、ーでみんなこっちから打つ。こうやって この打席の人のこのグリーンの距離と、この打席の人のこのグリーンの距離って違うじゃない,、うん、ゃないこの間行ったお客さんが、いやいつも真ん中で僕練習するんですつって。で、ここの真ん中のグリーンにちょうどピッチングで届くんです。でもなぜかこっちの打席で打つと、ここのグリーン届かないんですよって言われたのね。<laughs> え、俺らさ、え、俺らさ、<laughs> 頭は良くなかったじゃん。うん、そう。 ね、あ<ん>まあいい学校には行かしてもらったけど<ん>ゴルフのおかげで行かしてもらったけど、うん、頭良くなかったじゃん、うん、頭ってよくなるんだよねだから本当、うん、ゴルフやってると考え方がね。だだからね、うん、俺ね俺プロゴルファーもそうなんだけど、うん フェアウェイの幅が、プロの試合だと25ヤードぐらいが平均なのかな右のフェアウェイギリギリボールが止まりました。うん、フェアウェイど真ん中にボール止まりました。うん、フェアウェイ左サイドに止まりました。<laughs> で、パッと見、エッジまで100ヤードのドットがあって、真ん中のボールがその上に止まってます。うんうん、でも、右のエッジはギリギリのフェアウェイだと左のギリギリのボールのやつは、エッジ100ヤード測る方違うからね。<laughs> でさ、エッジからさ、こう測るわけね。そうそう。ねそうそう こうじゃないから。そう。真横じゃないじゃん。そう。こうやって測るじゃん。そう。こうやってね。そう。こうだ。いから。そう。だから、100のドットがあって、こことこことここが同じ距離になるわけじゃん。そうそう。だから、1.5ヤードか2ヤードそう、ぐらいは、近いイメージなんだね。そうだよね。端の2つは。うん。でも、真横に並んでたら、これが一番エッジに近くて、ここと遠い。そう。それを今、そう。これやったの。そう。そういうこと。 ターゲットからコンパスをこう描くわけじゃないそう。したらさ、こうなるもんね。うん。あこいつら、ピッチングで100届かないよ。 そうだよね。こことここはね。特に、こことここって25ヤード以上あるでしょそうそう。えげつないでょめっちゃ遠いじゃん。そしたら多分。全然違うよね。7ヤード、8ヤード変わっちゃう。変わるよね。108ヤードじゃないそしたら絶対エッジまでも行かないでしかないいかないいかない。そういうところで変わるでしょそういうところで、クラブの話だけど、クラブが悪いのかなと思っちゃったりとか、今日は触れてないのかなと思っちゃうと、自分の動きがその日いいはずなのに、そう。悪くなっちゃうよね。変えちゃうよね。 ああゴルフってそういうところはすごいあってああちゃんと自分が正しいんだよっていうのを、うん、ちゃんと知って練習だったりコースに向かっていかないと、うんうん、スコア出るものも出ない出ないよね。なな、ねうん、なんで届かないのってなっ ちゃうもんね。例えばコースでそれをさ、本当に一球でやっちゃったら、あれ今日飛ばないんだって考える人も中にはいるじゃない。でもナイスショットなのにって、ね。そういうコースでの出来事っていうのは、やっぱりコースに出てた人じゃないと分からないじゃない。うん 練習の仕方だったり考え方っていうのがで距離が飛ばないんです飛ばないんですっていう方結構多いのよで例えばひろゆきがドライバーで250ヤード飛びますで260ヤード飛ばす時に250ヤードよりも肩の力抜いてグリップ緩くしてできんじゃいけないってやって 打つかそれともやっぱり二百五十ヤードより十ヤード先に打たなきゃいけないんだからある程度しっかり感を持って二百五十ヤードよりもしっかり振ろうとして振るのかっていうことになってくるじゃない、うん、でやっぱそういうのもじゃあ飛ばそうとしてる方が振ってますかって言ったらいや振ってない力入れてないってみんな言うわけよ、うん、でやっぱりプロゴルファーとか海外の選手とか見ててやっぱり飛ばそうと思った時とか飛んでる人って振ってるじゃないそうだねねだって 俺ね、いつも言うの。ゴルフって、スポーツだからね。間違いない。そうだよね。何をヘルメシ食ってんだって話を。そうだよね。まあまあ、そうだよね。原点に戻っちゃう,と、ねうん,うん。まあ、だからアメリカはね、スルーで回る人が多いうん、うん、スポーツだから。そうだよ、ね、そりゃ筋力使って振んないと。振らないとダメよね。そう。そりゃね、うん。でね、力めば曲がるって思ってる方がやっぱ多いの、圧倒的に。うん、でもさ、 飛ばすために力むわけじゃないで力むっていう言い方もちょっとあれなんだけど力を入れるわけじゃないだから力を入れて曲がらないスイングをこうやっぱり身につけた方がいいわけじゃないだからやっぱりね力みは良くないっていうイメージの方がやっぱ多くて。 でも、力まなきゃいけない時ってあんのよ、絶対。バッテカーのね、うん、距離、ちっとて、ピッチングと9番悩んで、んんピッチングで打ちたい時は、やっぱ力まなきゃ飛ばないし。そうだよね。池越えの時も、力まなきゃ越えない。越えない でなんで力むと曲がったりとか余計飛ばなくなるかっていうと、うんうん、簡単よよミート率上がるからじゃんそうだよね、うん、力んでミート率が軽く振ってる時と一緒だったら、うん、絶対力んでるやつの方が飛ぶからそのミート率を上げなきゃいけないよね、うん、レッスンの仕方というかそうだ、ね、そアマチュアの考え的に、うん、力んでもミート率が力んでない時と同じ。 ぐらいのミート率ななれば最高なわけじゃん、うんうん、だから力んじゃいけないわけじゃなくてそうだよね力みながらミート率を上げればいいわけよあーミート率大事よねミート率と入社格と、まあ、その2つってアマチュアゴルファーって未知の世界だと思ってる方がやっぱ多いんでね数字もわかんないし、ね、そう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 でその辺いじれないし入社格も意識して変えられるものじゃないって思ってる方が結構いてでもすっごい すごい大事なとこじゃん。一番大事じゃないのね。ね射角とミート率って多分イコールになるしああ。そうだよね。昨日もレッスンしたんだけど、昨日レッスンの方も、やっぱり振ってくださいって言った時にどこを動かしますかって言ったら左腰っつうんだよね。左腰を回すってことそう。あ、早く。そう。それで早く振れるって思ってる。そっから手が勝手についてきて。 ってくれると思うの。やっぱりついてこさせようとしなかったら、ついてこないじゃない。うん、だそういうのも、やっぱり、まあ、一つの問題としてあって。勘違いまでは言わないけど、何か違う、間違った解釈を。しちゃってる方って、やっぱ多いんだよね。うん、で、大事な部分って、そういうとこじゃないから。そう思わない。うん、そうだね。ね。まあ、自分にハマるものを見つけるしかない。いつも言うのは、結局、いろんなレッスンとか、動画見ても。うん、結局、自分が。 はまりそうなニュアンスの言葉ってあるじゃん、うん、それを自分で見つけなきゃいけないし、うん、そのヒントを与えてるのが俺らの仕事だと思ってるから最終的にはまりやすいコメントを自分で見つけてはめてくださいっていうのが一番うまくなると思う。うんうん なるほどね、あ俺レッスンやるまではそういううまくいかない方の声を聞くっていう機会が少なかったからレッスンして初めていろいろな方の悩みとか声を聞くようになって衝撃的なことを言われることがやっぱ増えてきたよね。うんうん、なるほどね。うん、おめっちゃってこんなこと考えてるのかそう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 なんだってあるよねだね、うん。上うまくなりたい練習やだ飽きっぽいどうする <laughs> 一応、ちょ、またダイモンの話を聞きますね。うちは、まずお客さんが来ました。そしたら、工藤トレーナーと僕が、まず最初の15分ぐらいはカウンセリングします。そこからスタートなんですよ。他のインドアのもやってるかもしれないですけど、なり打つところもあるだろうし、ま、とりあえずスイング見せてください。まず僕らはカウンセリングします。仕方としては、年間どれぐらいラウンドするか、週何回練習するか、その練習内容はどれぐらい弾か、 数つかとか、うん、まあ究極言ったら、今までのスポーツ歴だったり、うん、学生の時何やった。うん、そういうところまで聞いて、レッスンを始めるんですよ。はいはいはい。そうじゃないと、教え方も変わるし、うん、ぶっちゃけ言うと。週一回の練習だと、百は一生切れません。うん、ああ。いい、いいこと言いましたね。<laughs> いいこと言いました。だってさ。うん、<laughs> え、泣いたの?。うん。 感動したうん感動したえ俺らさ、うん、ゴルフ始めた時週1回で100切れるって思ってもなかったし、うん、時間もあったしジュニアだったから週1回以上は、まあ、毎日行くじゃんだから早く100って切れたわけじゃん、うん、90も早く切れたわけじゃん 2>、うん、週2回で90切れますか 切れれませんないよゴルフってそんなな甘くいんで甘くないかっていうとゴルフはスポーツの競技の中で一番練習しなきゃいけない種類が多い。ああなるほどね。ドライバーからフェアウェットからユーティリティロングエアミドルエアショートエア全部打ち方が多少何とも違う。アプローチ。アプローチ何 間違いないベアグラウンド左足下がり左足下がりラフヘアウェイとかねいろいろライブなんでねあそかパターこんな間違いないフックラインスライスライン上り下り上りのフックラインゴルフ場によってスピードが違えやんす一でこれ全部できないよできないよねほんとめちゃくちゃ悪者になっていい言ってやってだから俺レッスン てもらって気持ちよくさせることができるかどうかっていうのが今のところ不安お客さんに対してなるほどまず本当にうまくなりたくて周りにびっくりさせたくて仕事にも使えるぐらいのゴルフの技量をなろうと思ったら練習以外無理だよ、うん、そうだよねここでまたねひろゆきと俺の学生時代の話をしてもちょっと申し訳ないんだけどめちゃくちゃ打ったよね <laughs> めちゃくちゃやばい打ったよねで めちゃくちゃ打つのも、うん、めちゃくちゃいろんな打ち方した。間違いない。で、あ、こういう体の動きしたらこういう風うに曲がるんだ。うん、でそれ覚えとけば、うん、左が全部池とか OB だったら、右に逃げることもできる。できる。うん、右に池とか OB があれば、左に逃げることもできる。うん、だから、いろんな動きをして、いろんなことをして、いろんな球で、うん、いろんな球筋で、いっぱい球打つわけよ。そうだよね。 それで、アンダーって出るようになった。70代前半って出るようになるじゃん。うん、1> 週一は無理よ。無理だよね。本当<あ> <laughs> もう、もう限界があるし、難しい、もう無理に近い、無理、まあ無理よね。うん、<ー>無理だと思う。よっぽどハマらない限り、ハマらないけどね。センスだけじゃ限界ってあるからね。あるね。ねまあ、ハーフ30代が出たとしても、30代も多分無理だけど、始めたてから<え>ずっと週一練習 ってる人が百切れるってなったら、相当感覚に鋭い人か、なんか特化してないと無理でしょ。そう。だかそう半分で分けるとね。うん、俺も高校の時に初めてジュニア試合に出た時の子は四五三五だったの。うん、そんぐらい分かれちゃうスポーツだし。うんうん それをきれいに3636 36とかにまとめるのも難しいのに1個がそういうことになっちゃうこともあるからうん、うん、やっぱりゴルフを本当にうまくなりたいんだったら常にゴルフのことを考えてなきゃ、ね、だめ、ね。電車乗るんだったらあそこまで何ヤードかなとか、うん、電車のねなんうの待ってる時にアドレス気にするとか<ー>なんかもうそういうところまで考えないとゴルフはうまくならない。うん、そうだよね,ね で、そこにさ、例えば、いやもう、じゃあ練習は、その、じゃあ、加藤、平井が言うんだったら、じゃあ練習週4、5回行くようにしました。うん、で、クラブもね、そんなこと言うんだったら、まあ、フィッティングして、なんとなく合うクラブにしました。で、コース行ってボールいっぱいなくしちゃうから、ボールダース2000円のやつね、買ってきました。スピン入ると思う <laughs> 無理でしょ <laughs> 絶対無理でしょ結局、今って動画で見ることできるから、ああプロの感覚の止まり方とか、ああ 私たちが打ってるボールの止め方をイメージして打つわけじゃないですか。ああああそうするとやっぱりそれなりの道具を使わなきゃいけないし、うん、頭の中はピンに対してもう5ヤードぐらい手前に落としたら寄るだろうと思って、うんうん でやってるけど、うん、まあその性能のボールだと10ヤーード手前にキャリーしななきゃいけないけ、うん、そこまで計算できるんだったらいいんじゃないそのそ、まあ、ボールだっで, <laughs> でもこう頭に思い描いてるものはやっぱりいいイメージのものを思い描いて打つわけじゃない。うん、そうするともう間違いなくピンデッとよ。うん、そしたらやっぱバックエッジまで転がっちゃうか、うん、やっぱりグリーンギリギリの奥にまで転がっちゃうかとかそれぐらいになりやすいじゃない。うん だからきっちりその転がる計算ができてるんだったら。確かにいいよね。道具をフルに使ってやるスポーツだから。うん、道具に本当に五十パーセントぐらい頼ってもいいわけよ。そうだよね。だから道具っていうのは大事だし。うん、ね、あんだけ身長とか腕の長さってみんな違うのに。うん、みんな同じドライバーの四十五インチの D2 のバランス。のクラブを使ってるっていうのはやっぱ。 てなマークの部分もあるし、9のバランスのクラブが合うこともあるだろうし、うそこの診断だったりはしなきゃいけないね、絶対そうだよね、まあ。だってスキージャンプってね、身長によってあ、板の長さが違うわけうんそれによってプラスマイナスってあるわけですうそうだよね。だってそうもう、パターの長さってさ、もう全然身長が違うのにさ、だいたい34。うん、ね,えねえ。でしょだいたい34。それは、じゃあさ、う,ね、うん。やっぱりさ、35、6も いいいいいればさ31にもいるじゃないいっぱいだからそういう自分に合うものを見つけてね,ねのが一番ゴールに近くなるわけじゃん、うん、そういうギアだったらギアを見るだけじゃなくてそのちゃんとしたスペック自分の体のスペックとクラブのスペックをやっぱ合わせなきゃいけないじゃないそういうのってすごい大事よねそうだからプロゴルファーってそれ一致させるのが早いしプロのクラフトマンが毎週関わってるから。 一致するのが早いんだけど、うん、で、一致しちゃうと、結局、もう何年も同じクラブを使ってる。もう、買えない方が最近多いじゃん。ねね、一致するものをまた探すのが大変だよ、ね。ああそれを探してる間に自分のスイングが悪いのか、クラブが悪いのか分かんなくて調子悪くなっちゃう人もいるし、うんで、そんぐらい、一回一致しちゃえば結構長続きっていうか、毎年クラブなんか買えなくてもいいぐらいの感じ、ぶっちゃけね。そうね。可能性あるわけ。うん。だからそれぐらい早く見つけて、早く状態する方向に持ってった方が、 早いよ、ね、そこはひろゆき今ヘッドスピード45ぐらいもうちょっとあるいやないな45ないぐらいでしょでロフト何度使ってんの俺多分びっくりすると思うけどまあ俺のタイプ的には今使ってんのは10度を寝かしてる、うんうん、11度ぐらいとそうの11度とああいい動画になるねほんとうん <laughs> <laughs> あねネタ探しいやいやネタ探しっていうか だいたい俺ら45とかヘッドスピード。で、だいたい250、60ぐらいいったらいいやって感じで振ってるでしょ俺らより、すごいもっと難しいクラブ使ってる方の方が多いから。あ、そっか、10度。あ、そっか。そうよ。9度とか。俺は10度を、プラ1.5だから10.5だね。じゃあ、45って決めよう。広池のヘッドスピード。45にして、で、シャフトは、フレックスはいくつなの ?6 の S。あ、いい動画になる。そう。え、でも、俺、5S にしようか迷ってるからね。 でも、それさ、こうなるんじゃないのこう。全然、なんなら、もう0.5寝かせたよん。あ、いい動画になるね。うん。そんなもんでしょそう、そうよ。え、だって、それで俺、先週の日曜日、ちゃんとワンダーで回ったもん。うまいね。んか。大人ね。大人。ね、来年の日本女子オープンやるんだけど、同じ西コース回ってきたけど、ちゃんとワンダーでやっぱりまた。や、やりたくなってきちゃった。 こうしていくったんら <laughs> そうでしょ違う違う,違う違う。ちゃんと。ワンダうまいね。いや、に、今は 6S の10度のロフトのプラ1.5にして。だから点、リアル1点5だよね。もうちょい寝かせたいけどね。たたま的には。あ、そう。 でもさ、そんなもんよね。いや、俺、9度なんか、打てないでしょ見たくもない。うん。う絶対。完にしか見えないじゃん。で、うんうん、俺もね、結構、9.5とか構えて見るんだけど、いや、これ上がんないでしょって。<laughs> 上がりきらないじゃん最高点まで行かないでしょ一番飛ぶ最高到達点まで行かないよねその前に落ちちゃうでしょじゃそうすると最高到達点に行かせたくなるからスイング変えるじゃんで力むじゃんミート率下がるじゃん曲がるじゃんこういうことなじゃない飛ばないじゃん結局クラブじゃん今の話だねロックだったりシャフトだったりそういうものがさめちゃくちゃ影響してくるじゃん でも人気だよ ?6X とか。9度の 6X とか。かっこいいもんね。かっこいい。<laughs> かっこいい。これ俺だからもう、6S 使ってるけど、あの S のとこちょっとガリガリしたくなるもん、ね。で、<laughs> <laughs> 気持ちわかるの一般の人、うん。うん。いや、そう、本当わかる。うん、結果かっこいいのは、うん スコアなんだよ。そう。そこしかないんだよね。スコアってさ、ずっと残るんだよね。例えば、去年コンペやって、いや、加藤さん、去年ワンアンダーで回ったよね。とかってなるけど、そのコンペで、ひろゆきが290ヤードを 6X で飛ばしても、多分覚えてないんだよね。そうだね。そう。で、やっぱりね、スコアなんだよね。で、やっぱ余裕感で、例えば 5S の11度を打ってバンバン部屋上決まってた方が、いいじゃん、そうか。 怖いいのよ。のこいいねこのスペックでそう、いっちゃうんだそう。そうなのよ。そう、関係ねえんだってなるから。だって 6X 使ってキャリー190ヤードとかあったらダサくないやばい。ね。だって 5S でさ、190ヤードフェアウェイ行った方がさ。全然いい。ね。イメージどじゃんいい。そう、イメージど、うん、やっぱそういうことってあって。そうだね。アマチュア確かにレッスン来た人って、大概9度だね。多いでしょ ?9 だね。あ、うん、多くて。だやっぱこう。 ヘッドドスピードだったり例えば俺とひろゆきが40ヘッドスピード45で振るのとラグビー選手が45で振るのじゃやっぱこう衝撃が違うじゃない、うん、同じ45でもエンジンが違うからさからそういうのもすごい重要だしさそういうこと同じ45でもさ、うん、入射角でスピン量と打ち出し角と最高到達点とかキャリーとかも全部違ってくるから、ねうん、それもね診断しながらだよねじゃあひろゆきが例えば飛ばしたい飛ばしたいって思ってる人だ する飛距離を出したい人で,、ね、でひろゆきが知ってる知識の中で低い球と高い球しか打てませんって言ったらどっち選ぶ高い球だよねいい動画になったね <laughs> そう俺前徹君と動画やって,て <laughs> もう飛ばすんだったら高い球の方が絶対いいよって言ったらそういうコメント来た低い方がいいってあそうなんだあ <laughs> 来たよね俺ねえっと思っちゃったのあだから、うん、あそうなんだ そういやだってさキャリーが大事なわけじゃんなんだその人あれかもしれないよすんげえコンクリのゴルフ場でやってんじゃねえの滑走路とか <laughs> なるほどね。<laughs> うん いやだからね、ね試合とか、逆にそういうところを知ってる人もそうだけど、一般セッティングのフェアウェイの硬さだったりを経験してるんだったら、余計溜まって高い方がいいじゃん。そうね。ね。だから、からまあ、その知識があるから11度なんだろ、ね。あ、そうだよね。ね例えば、フェアウェイバンカーって大体、うん、まあフルバックから回ったら、230から250ヤードぐらいのところにバンカーってあるんだけど、うん、それを越すためにはやっぱキャリーが必要なんですよね。必要だよね。それ低く打ったら、 手前から入るじゃない。<laughs> うん、ああ、だから超えないじゃん。で、顎につくでしょそう、だから、高い球を打って、そのハザードを超えたりとか。 そういうメリットがやっぱ多いじゃない。で、今のボールとクラブって、そんなに昔より風に影響って、そこまで強く影響って受けなかったりもするじゃない。ね,ね。それなりにこう反発もいいし、だからそういうのを考えると、やっぱ多少なりとも低いんだったら高い方がいいじゃん。うまあ限度はあるだろうけど、でもね、ハイボールの方がやっぱり、プロってみんな高くない高い。高いよね。まあ理想は低スピン高弾道っていうの当たり前で今言われてて、だから変な話ドライバーでちょっと ちゃう人ははスプーンのが飛ぶ可能性なるほどねプロゴルファーも「最近スプーンの方が飛ぶんだよね」っていうのはやっぱ打ち出しとスピン量がスプーンの方が合ってるドライバーよりねだから絶対ドライバーだからって飛ぶわけじゃない合ってないものを使ってればスプーンの方が飛ぶことが全然あるよねそれを見つけることが大事。 またダイモン行こうかな。いや本当に見てもらう。あれ一日枠ダイモンの平井弘明のワンナップゴルフで予約してくれないと、他のお客さん入れられないぐらいネタあるね。マジ？だってね前も言ったけどパタのショットのとこ、だってビオバリもやりたいんでしょ。うビオバリしかやんない。明日ね。そうしたら確かにちょっと申し訳ないけど一日の枠になっちゃうね。あいいいい。それでやりましょう。 俺ややっっっっててるるけど登録も刺さずずととねそそうういいいでもそういうところってもちろん選手には分からない部分もあるしやっぱりプロで今活躍してる人でも分からない部分ってあるでしょそういう数字的な部分って。<あ>ねまあ最近のプロは結構ものに対して詳しい人多いけどだけどまだまだなもっとこういうことってあるんだよ。うん ボールの話だ、ね、標高の話だったりとから、はいはい、プロでさえ富士、まあ、桜行くといまだに「あ、うん、っぱここは飛ぶんだよな」って言ってる人もいるし富士、ねまあ、桜っていうのは標高が高いからいま<ー>だに「濃厚飛ぶんだよ」って言ってる人もいるしそれこそ「大門」ってって今東京タワーの下で犬はやるんですけど<ー>東京タワーの下と。 東京タワーの一番上の333メートルのところで、バランス系を乗っけたら、バランス違うし。え、これって知らないの。上の方が軽い。そう。あ<ー>。バランスする、出るんだよね。なるほど。三、東京タワーの下と上って、同じゴルフクラブを同じ。測る機械に置いたら、下と上で、近くで、うんうん。バランスがね。<う><ー>これって、知らない。うんとね。うんと、オタクの部類に入らないと。わからない。<laughs> あ、そうなんだ。うん、違うんですよ。で、クラブ組んでたの。 俺ね、ああプロゴルファーのクラブしか組んだことないの。なるほど。だから、不安なの、<laughs> 今後。なるほど。<laughs> ダイモンで、アマチュアの方のクラブ来た時に、鼻で笑わないようにしっ、うん、知って当たり前でそんなことする人じゃないでしょ。そうそう仕事きっちりはみんな知ってるから。 だから本当にきっちりやりすぎちゃうぐらいやるんで、うん、プロのしかいいったことないよね。そうだ,よねだから富士桜ではゴルフクラブ組まないでよって俺はいつも言ってたしプロのねはい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 持ってって測ったら、いはいはいはっはい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 は高いところでゴルはい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 桜とか、うん、あまりそいはいないから、はいはいはいい 標高低いというかゼロ、0から200ぐらいのところでやるから、うん、そこをベースに考えないといけない。はい、違う、ね、い,はい,はい、はい、なるほどね。だからそういうところもあるよね。でもそういう診断っていうのが、やっぱり専門職の人にやってもらうと、あ これでいいいんだっていう自信にもななるじゃわからない方は特に。そうだね,ね。だから一回自分の大体おおよそのスペックを知るっていうこともすごい大事じゃない。うん、大体こういうのがお客様に合いますよ。だこういう系統のものを今後見つけてください買ってくださいねっていう方がいいと思わないそう,そうそう。それひろゆきのそのダイモンのインドアでじゃあそれちょっと加藤さん買えますって言ったら買えるの あ買えるし、その、クラブ工房って大体いいグリップ交換台いくらとか、車速交換台いくらってなってるんだけど、うん、そこの中で、クラブ診断量っていうのもあるんだよ。ワン<ー>セットいくらっていう。うん、その人のクラブを全部計測して、はい、その人に合ってるかっていう問題の前に、うん、このクラブのがドライバーからパターンまで流れがちゃんとできてるかどうか。データね、全部。そう、データ。ーこれが大事。 で、それプラス、その人に合ってるかどうかっていうのはいはいはい。まず、この14本が、まあ、ウッド、ドライバースプーン、5バウト、7バウト、メーカーがバラバラだとしても、リアルロフトだったり、長さだったり、バランスっていう流れが全部揃ってるかどうかっていうのが大事。メーカーはバラバラでいいの。はいなんならアイアンなんかも、ロングアイアンとミドルアイアンとショートアイアンバラバラでもいいの。はいはいただ、全部が綺麗に揃えられてるか。はいっていうのが、まず、すごく大事。この初めに。はい。 だってね5番ウッと7番ウトとと同じロフトだったとか、うん、下手したら長さが逆転しちゃってるっていうのはなくはないからねメーカーによって測り方が違うから、うん、ただそういう診断をしながらちゃんとやっていくし、うん、購入もできるんで。 だったらそれね本当そのインドア1個でじゃあこれ買い替えたいとかってできるね。でシャフトも取引をさせてもらうところも何社かあって、うん、でまあ即日発送で次の日、ね、届くからすぐ。 チューニングしてあげれば、すぐ渡せるって。早いね。それいいね。うん、なんかこう、やっぱり、その趣味の部類って、早く欲しいんだよね。そうだね。まあ、自分もゴルクラブ好きだし。うん、逆の立場だったときに、やっぱ早く欲しいっていうのは、当たり前でみんな。ね、思ってることだから、スピード感を持って、それはやっていきたいなと。うんうんうん いああいいねねそういうの魅力だよ、ね、なんかあとその例えば、まあ、スイングでもスペックギアでもいいんだけどなんかアマチュアゴルファーの方にこれは気をつけてもらいたいことってなんかある まあ、まだ今ねいろいろ動画見れたりとか情報がすごい入る世界だから、うん、その情報っていいいもののししか当たり前で世の中に発信してないわけじゃん,うん、うん、でその中で悪いものって絶対いっぱいあるわけだから100%これが合ってるんだなとは思わないでほしいよ、ねうん、クラブにしても、うん、そういう情報に関してもね、まあ、いろんな世界でそれは言えると思うんだけど特にゴルフの場合は自分に合って。 てるスイングかどうかっていうのはわかんなかったりとかもの、まあ、がこれがいい新しいからいいっていうのが100%ないと思うし、うん、そういうね見るものに関してはこれがいいものなんだってなんかちょっと疑っていいかなとあーなるほどねあとあの今ちょっと思ったんだけどちょっとシャフトメーカーにいたヒル行きにから言ってもらいたいんだけど俺が言っても説得力ないからあれなんだけど 先調子、中調子、元調子が難易度だと思ってる方もいるのね。ああ、そうなんだ。先調子が優しい、<ー>中調子が普通、元調子が難しいの、難易度だと思ってる。どっちがいい元調子が難しいシャフトなの。で、中調子が普通のシャフトなの。うん、先調子が優しいシャフトなの。だから、例えば誰が言ってたいや、そうやって思ってる。あ,あ、そうなんだ。多い。へー うん。だから、キックポイントって要は、そのスイングのタイミングによるわけじゃない、うん、合う合わないっていうのが。だから、例えば、女性だって元調子の人もいるし、男性のハードヒッターだって先調子の人もいるわけじゃないそれが、なんでっていう方もいるの。 はい、なんでヘッドスピード50近くあるのに先調子使ってんのって<ー>だから難易度じゃないですよって結局切り返しの速さが結構重要な気がして、ねうんまあ、プロゴルファーでいうと近藤さんみたいな切り返しが速い人は手元調子だとちょっと暴れるように感じるかもしれないではい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 で宮里優作さんみたいにゆっくりめとか綺麗いに、うんまあ、ちゃんとか、うん、時まず源三プロとかゆっくり上げるタイプだと切り返しの速さが違うから先調子でもいい、うん その方が何も言わないで渡した時に、うん、シャフトの硬さどっちが硬いって言った時にバラバラだと思う、うん、意見が。ですね。だから いい悪いじゃなくてどっちがどれが合うかってことじゃない。ねスイング理論もそうじゃない。こっちの理論がダメな理論じゃなくてこの理論があなたに合うっていうだけで別にダメとかじゃないもんね。そうだから結局は自分で合うものを見つけなきゃいけないし100%それを信じてやるんじゃなくて自分に合うものを自分で見つけた方が一番うまくいだよね それってさ、自分のスイングだったり、そういうものをレッスン、例えばダイモンとか行って、レッスン受けて、あなたはこういうスイングタイプですよって自分を知るのと、うん、あとは自分自身でスイングを勉強して詳しくなって、こういうタイプだよって知るとかしかないじゃない。<う>自分のスイングを。とにかく自分を知ってなかったらダメじゃない。だからいろんな球打ってきたじゃん、俺らそうだよね。和子の。あ<ー>であ。俺ってこういうタイプなんだ。あ俺ってフェードなんだ。俺ってこういうの。ああそ,そこで気づくわけじゃんうん。 で気づいそれぐらい気づいてから来てくれた方がなおうまくすぐ、うんうんまあ、早いよね私ってどういう傾向なんですか僕ってどういう傾向なんですか見つけてくださいっていうより多少見つけてから来てもらえるとすごいスムーズにうまくなる、うんうんうん、そうだねで自然とその方も詳しくなってるだろうしね だ会話もね生まれるし初心者は初心者で一から教えるっていうのもありだけど、うん、多少今まで何年かやってきて定期、まあ、的にラウンドするっていう人はそういうパターンの方が早い今後ジュニアもねやり始めの子とかもレッスンしていったりはすると思うんだけど、うん、まあそういう子に対してはね一から教えなきゃいけない部分もあると思うんだけど、うん、多少やってる人に関してはそういうふうにやっていった方がいいと、うん あとなんかそのジュニアなんかもちょっとこう定期的にやるような感じそうだねまあちょっともともと見てたっていうかうん。河河友くんとかもいるし、うん、そういう流れでジュニアっていっぱい読んでそうこういう話を今みたいな話とかも、うん、多分知らない5いから親御さんも含めねし、うん、ていて。 でなおかつ工藤トレーナーが体のケアの仕方とか、うん、まあ皆さん大事な時期だと思うから身長伸びる時期だったりっていうのもあるからそれに対しての話だったりっていうのはやっぱジュニアに対してはしてた方がより早くゴルフって上手くなると、うん、全く知識がないままこのあとゴルフやるよりいろんな知識知識を持って今後やってた方がより早く活躍できると思う、うん、そういうのはちょっとどん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 していきたいな 量を減らすとかっていう意味じゃなくてやっぱり近道してもらいいたよねそうそうそう量じゃなくてね近道ってってうまくなる材料を持ちながら同じ練習量やってたら絶対もっと上手くなるああそうだよねその知識を持ったまま今と同じ練習量でいいんじゃない減らすせとは言ってなくてそうだよねそうそううもっと今まで通りか今よりもっと練習するのはするんだけどやっぱ知識としてね頭に入ってた方がそうそう単あった方が絶対いいよね アイアンなんかは、ひろゆはシャフトは何使ってるのカーボン。カーボン、何グラム ?95 グラム。硬さは ?S。<S S 1> 俺に X 入れたよね。<laughs> いや、プロゴルファーだからさ。いやいや、俺ね、ほんと。<laughs> 本気であの時は、85の S ぐらいが良かったの。めっちゃ楽したかったの。いや、俺も今、85の S に変えようと思ってて。ほれ <laughs> そうそうそう。そうでしょ、うん、いや、プロだから気にするかなと思って。 <laughs> もうね気づいた時にはもうガチンって戻ってたそう,そ,うそうでしょそうじゃないよそうだよいや本当スピン量も全然出ないしねそう球止ま,ん止まんないしさそうすっげえ強い球出ちゃうなんかこう <laughs> ゴーンっていう簡単なフレックス簡単なクラブで <laughs> いろんな球を打てるようになるのが一番上手くなるねそうでしょ、うん、硬くて難しく 球が上がんないクラブでいろんなボールを打てるようになるより簡単なクラブでいろんな球を打てるようになった方が絶対分か そうだよね。操れるよね。そうだからレディースクラブに近いようなクラブをこういろんな球を遊べるような動きをできた方が絶対いいよね。そう。だからジュニアの初めの頃って、はい、まあ1年後また変えちゃうかもしれないし身長も高くなるからちょっと1年後2年後をイメージして重めのクラブでやらせようっていうのが一番ダメだよね。1> 中1の学覧 もうね、手の腕の身長伸びるからっつって。最初からきちっとやってあげない <laughs> そうだよね。持てないから。そうだよね。まあ、間違いない。卒業するときに第二ボタン誰も取ってくれないから。<laughs> そうだよね。最初からきっちりやっておかないと。<laughs> そうだよね。だからもう始めるときは、 パパちょっとか軽い軽く振ってそうだなっていう見た目ねそれぐらい最初はちゃんと揃えてあげ,あげたい、ね、そうだよね、うん、やっぱその時に合わせたぴったりを常に揃えてあげないとダメよね、うんうん、そうそう、うん、本当に親がプロにならせようと思うんであればね、うんうん、もうとにかくお金もかかるし時間もかかるし絶対大変なことは多いわけじゃないジュニアゴルファーを育てるってだからその辺のねクラブのフィッティングだったりそういうのはちゃんと 本当に身長が5センチ変わって同じクラブでいいかって言ったらやっぱ全然見直さなきゃいけないんですバランスもねねっ角ね内角ね,ねもう全部変えなきゃいけないから,、うん、から安くてもいいのよ、うん、ただ、うん、長さとバランスと内角が合ってるようなクラブは常に使わせてあげて、うん、あとのヘッドとかはもう何でもいいそれだったら逆に言ったら安くて俺年でもいい。<俺>ああ 俺、インペリアルでレッスン、7、8年ぐらいやってんのかなで、まあ、土曜日だけなんだけど、本当に1000人前後、今までトータル、1000人いかないぐらいかな、見てきたんだけど、アイアンの内閣直してますかって聞いて、直してるって言った人は、片手で収まるから。ああ、そうだよね、うん。めちゃくちゃ大事じゃん、来客って。何ですかって、質問で返される人の方が多いんじゃないの来客。この <laughs> 動画で言ったんだけどさ、<laughs> この,この地面につくね、この角度がやっぱり身長に合わせて例えばノーマルライ角って言われてる市販のライ角だと身長の高い人を構えるとこういうふ、ね、うに、ん、ヒールが浮いたりで身長低い方だとこうやってヒールが下がって塔が浮いてっていうことになるんでこういうことよね。 あそういうことだね。ねそうだね。こう、だから、外角がまっすぐだと、ボールまっすぐ飛びますよ。でも、フラット、あア,ットのアップライトになってくると、ボール左行きやすいですよ。<左>フラットになると、右行きやすいですよ。っていうことなんで、そ,<う>その、外角がそもそも合ってないと、いいスイングしたって、まっすぐは。 そう、ね、飛びだから俺面白い話で大学2年生ぐらいの時に大学入ってからクラブの提供をいただくことが成績が良くてなったんだけど来客、うん、を俺その時知らなくて、うん、で、まあ、大学のコーチに「来客お前は、まあ、身高いタイプじゃないから、うん、見てもらった方がいいよ」っつって初めてゴルフクラブの来客をいじってもらったら、うん、日本ハムはまあ良いなって日本分出たの。 そのクラブ<ー>そっからは新しいクラブが毎年来てもそのままお店に持ってってなるほどね一回もビニールも開けないで、うん、開けないでまず,まず来客をもう来客いじってもらってから見てた、うん、そっからはやっぱ大事よねめちゃくちゃ大事一番大事じゃないアイアンでねっ<え>、うん、一番大事 ててななないいいと真っっっぐ行かかもう分かってることじゃだから自分のクラブの中でいつもこのクラブだけこっち行きがちなんだよとかんうん、うん、いつもこのクラブはいいんだよとかん、うん、っていうのがあればあ<ん>言ってくれれば例えばそれが7万円だったら、うん、その前後を全部それに合わせますよきれいに。はい そう、ね、一番いいよね。よね意外と売ってるものは正しいかって言ったら、一回あの、調べてね、見るとちょっとずれてたりもするしね。あ100%ある。ね。百パー。うん、100%。それは、もちろん個体差だからね、出ちゃうのはしょうがないもんね。そうそうそうあとはもうこのヘッドとシャフトを入れるときって、うん、この中ってやっぱ、ちょっとゆ、るみがあるんだよね。遊びが。そう、遊びが。なんかみんな多分こ、これ、くって言ったらもう、ぎっちり、ハマ、うん、はまってくれるんだろう。 って多分思ってるるるんだけど、うん、基本的にはゆるゆるなのそこの緩みをやっぱその分斜めに刺したらアップライトになったりフラットになったりしちゃうわけでもそれで売られちゃうとやっぱまそのままアップライトの状態で売られちゃうからそれを。 ちゃんと直し直ししたたああやっぱりじゃあ穴の中に対してまっすぐこうやって入ってるのがやっぱ一番いいそうそう<ー>でもプログクラスになると、うん、わざと右から入れてななるほど,なるほどあの向きを変えたりとかそうクラブがちょっと開いて見えるようにしてとかはい、はい、左から入れてかぶってるう見えてとかあもう最初からここを曲げるんじゃなくて最初からフラットの入れ方でフラットにしたりとか。 っていうふうにわざわざざもうスタートのやもうちょっとこうやってもうちょっとこうやってって言う人っているのえ逆にそれで今平修吾プロはゴルフコース来てそれで一球も球打たないで帰ったことある それだけやらしてなるほどなるほどなるほどで金属なんで曲げましたっつってで測りましたっつってじゃあ OK ですねって言ったら金属ってやっぱ戻りたがるわけなるほどなるほど元にだからちょっと分かんないけど10分とか置いてまた測り直すっていうぐらいまでプロはするなるほどねで1日潰れた練習場行かなかったでもそれだけ大事ってことだよねまあ見た目も全然変わるしそれだけやって満足して書いた それが有名なダイヤモンドカップ勝ったやっぱ大事なんだね前の週に新しいアイアンが来たからっつってロフライジってコースまんないで帰ってその週勝ったまあ大事だねもうでもそれで気持ちいいスイングができちゃうわけよそうだよね綺麗だから構えた時にすっごい綺麗だからもうすごい上げやすいのバックスイングもうそれでもう勝ちそれでかいねでも自分は調子いいの分かってくからなるほどねなるほどねあとはクラブさんちょっと ね、もうちょっと。まあ,<ー>まあ、それぐらい大事です。うん、まあ、本当にそれは自分に合ってる、合わせてるっていうことがもう大前提ってことだよね。そうね自分の手の位置だったり、身長だったりとか。ああ。そう、合わせてただよね。ね大事だよね。まあ、ぜひ、こういう、まあ。工房に。 いいいろんな質問していいと思うよ高校、うん、の人も嬉しいと思うしそうだよねでどっからがお金かかってどっからがお金かかんないって聞けばお金かかんないでやってくれる範囲のこともあるからそれはそれでちょっとやっぱ高いっていうイメージもあるからうんあの聞きにくいこともあるかもしれないけど、うん、それはもう普通にここまでやったらいくらかかりますここまではいくらですよとかって聞いたらちょっとずつクラブいじるのも楽しいじゃんそう、ね、じゃ次の給料もらった時はここまで直してみようそしたらそこはよくなるかもしれないそういう楽しみ方でいいじゃんあるよ ね、やっぱりね自分の使う道具だから多少ねお金かけてもそんな何万とかはいらないけどもう本当に何千円とかでできるんだっらそう5フライ1本だとまあ平均で1,000円とかぐらいで調整してもらえると思うんで最初ね本当にウエッジだけとかね単品だけでもいいだろうしねそうそうそうだから見てもらうだけでもあそう流れを、ねまあ、ああれチェック、うんうん、それ大事だよね そうだね。スペックを見直すっていうのはいいかもしれないね。まあ、本当でも広いけこうまあ、ダンロップにいたりとかグラファテデザインとかクラブメーカーのね会社にいることが結構あって でクラブのこととかも詳しくてですねいろいろ自分でね組んだりするのもねすごい好きだからねだから今度のショップなんかでもそういう作業工房の作業なんかもやることがありますので是非クラブなんか気になったらですねまあフルセットちょっと持ってっていただいてスペックをこう見直してですねそっからどうするかっていうのを もう決めていたただいた方がいいいい方がかもしれないですねいきなりこう買うんではなくてちょっと相談をまずしていただいてでそこで何かできるんであればもうそこでもうプロに頼んじゃってやった方がまあ早いと思いますのでそういうクラブの見直しをしていただければと思いますで今回もですね家族に来ていただきました最後までご視聴ありがとうございます こののワンンンンップゴルフオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね「知ってるあれ」っていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いします。